四季の旅立ちから神聖魔王四煌星の誕生まで皆様と見届けてまいりました。ここで一旦幕開といたします。ですが四季たちの冒険はまだまだこれから。エデンズゼロを狙う銀河六魔将の一人ドラッケン・ジョーとの戦い、エデンズワンの艦長とつぶやいたキャプテン・コナーの正体とは。果たしてエデンズゼロはドラゴンフォールを突破しマザーの元へたどり着けるのでしょうか。物語はさらなる佳境に入ってまいります。皆様とは読みました。いずれ近いうちまたお会いできるかと。その時を楽しみに今はシキたちの新たな旅立ちをご一緒に見届けましょう。じいちゃん、俺すっげえ友達がたくさんできたぜ。レベッカ、ハッピー、ライズ、ティーノ、ホムラ、ウィッチ、シスター、ハーミット、モスコ、おっさん、バルキリー、すげえだろ。宇宙で友達100人作るんだ。だから行くよ。じいちゃんもたどり着かなかった場所に。目標マザー、エデンズゼロ発進。少年たちは旅立った。彼らはこの宇宙に何をもたらすのか、シキは伝説の英雄となるのか、魔王として破壊の限りを尽くすのか。さあ冒険の始まりよ。あなたの足で進むのです。